もども、ボネです。今回は、ネタカスタムなんかは使わないんですか？って声をいただいたので、使います。ネタカスタム。というわけで考えてきたネタカスタムは、スコープを乗せるマウントレールを、スコープなしで運用していきます。レーザーサイトで一応中央はわかるので、意外となんとかなるはず。こんな風にね。一週間ぐらいタルコフに触れてなかったんですけど、なんかちょっと設定記事にびっくりするようになっちゃって、ちょっと離れるだけで全然感覚違うんだなぁと、思いましたね。そのせいで負けたりするから早めに直したいな。おっと足音するね。あとはこっちかな？オッケー。結構まっすぐ飛ぶじゃん。意外と悪くない気がしてきたぞ。いい感じの M4 だね。ちゃんとスコープがついてる。こっちはそんなにかな？まあでも食べ物があったのでよしとしよう。食べ物食べるのも完全に趣味だけど。というわけでインテリに行ってみよう。スポーン地点の変更とかで、割と速攻で漁られちゃうみたいだけど。ま、今回は尾根に免じて空いててほしい。一応グレネードね。はっ！危なぁ。足音なかったんですけど。さてここは見たのかな？一応まだいるかもだしチェックだね。TMC は一人いたら二人いると思った方がいいよね。あとは彼が入ってた部屋。あ。大丈夫だね。いやまだだ。ここにいるんだろう。それともここか？大丈夫だね。うん、大丈夫。それでは漁ろう。いや。そこかー！はい、漁ります。なんか久しぶりだと過剰に危険予測しちゃうんだよ。根こそぎ行った。グレネード持っててよかったよね。そういえばここはまだいけるのかな？あ、いけるね。おっと？なんだなんだ？あと右の方でも足音してるね。強襲しよう。あと一人かな？ここ登れそうじゃない？ダメか。じゃ適当にグレネード入れて。すぐ飛んでー。今のは完全に出たね。このサイトの弱み。ま、倒せたからいいけどさ。というわけで BGM も切れそうなんで次のレイドに行きますか。というわけでリザーブに来ました。武器のカスタマイズが変わってるのは察してくれ。2本目作るのも正直億劫だった。リザーブには毎度のごとくメルドニンを持ってきてます。レイダーさんたちへの勝率を上げるためですね。この中から足音しますね。
見えないや。てかブザーがうるさくて集中できない。相手も同じだろうし詰めるのもありかな。ちら、なんだスカブか。あ、まだいるね。ここの右角。今ので死なないの？オッケー、なんかハンドガンだったね。多分ね、7M 入ってるよ。やっぱりね。そういえば近接武器の保険って、かけられなくなったよね。なんでかけられなくなったんだろう。まあ、シャベルだけ保険つけられなくなった可能性もあるけどさ。多分そんなことはないはず。それで足音するね。これどこかな？ああ、あそこか。なら進めるね。オッケー。あと二人、こっちか？後ろが先？ちょっと一歩引かせて。よし。オッケー。これで平和になったかな？リザーブのパーティーはさすがだね。装備が豪華だ。100連マグだ。使ってる人初めて見たよ。お、6アーマー2つ目。しかも理想的 M4 なんじゃないか？スカブか。扉閉めとこ。いやーこれだいぶ美味しいね。ん？やばいな。プレイヤーっぽいのが2人？しかも別と戦い始めた。ちょっともうこれ以上倒しても意味ないんだよな。まだいるみたいだし。まずは安全確保からやるか。ここさえクリアしちゃえばあとは帰れるからね。よし、オッケー。あとは電源つけてこないとね。ここまで進めちゃえばあとは。オッケーかな？あとは下で待たれてないかだけ注意だね。ここが何で一番危険かもしれない。特にあのスタンドライトがあるところね。ここここ。あ、ちなみにマウントスコープの M4 は、武器が多すぎて仕方なく置いてきた。敵のやつのが豪華だったしね。あ、そうだ。これ折りたためるよね。したらこうやって。こっちのがいいね。というわけで、今回は少しだけメタカスタム的なのを使ってみました。34mm スコープマウントに青レーザーを2つ。ちなみに青レーザー以外でも試してみたんですが、赤や緑だと屋外なんかで意外と光量が足りなくなって、真ん中がわからなくなるので、青レーザーをおすすめします。真似するときの話ね。別に強くないし、コストもかかるのでおすすめはしません。うわ、995だ。こっちは？まあさすがにね。それにしてもメルドニン強かったね。最近は助けられてる場面が結構多いと思う。火ダメ1割軽減は大きい。ということで今回はこの辺で、皆さんご視聴、ありがとうございました。